はい、今コーヒー買ってきました。KC ピーシーズっていうね、ちょっと美味しいカフェをね最近探してたんですけど、っていうか探してるんですけど、今でもここは前一回行ったことがあって、店内が可愛かったりで、あとは確かオーガニックなんですよね。教えてもらったカフェなんですけど、まあいい感じだなと思って前一回行ったんですけど、どんな感じだったかなと思って今日また買ってみたんですけど、普通だった。案外普通だな。でもまあ中心街のとこに2店舗あるし、まあ行きやすいし、店内すごくね綺麗でおしゃれだし、でこれがレギュラーで3ユーロ、大体でもそんなもんかな、他のところもっていう感じですね。またちょっと美味しいカフェ探しを続行してるので、なかなかないんですけどね、素晴らしいカフェが。でも見た目とか可愛いカフェはいっぱいあるので、ちょっと探してみたいと思います。で今日は何気にですね、動画こうやって撮るのが1ヶ月ぶりぐらいなんですよね。多分しばらくずっと撮ってなくて、でやっとコンデジ帰ってきたので今撮ってるんですけど、で、外国人登録をですね今行ってきて、もうやっとですよ、やっと終わりました。本当はもうダブリンに来てからすぐやっちゃいたかったんですけど、まあ制度が、まあこんな話してもでも需要がないと思うんで、まあ端折りますわ。とりあえずまあ時間はかかったけど無事に取得できて外国人登録が終わりました。で、JNIB カードを無事に今日取得してきました。虫がいる。ここはね久しぶりにステファン・グリーンっていう公園でまた撮ってますけどね、またそのうちこの公園もレポート動画を撮りたいと思いますので、何を話そうかな。そうなんですね、とりあえず